行った。そしたら30分も早く着いちゃった。千歳空港に着きました。なんかちょっと小腹が空いたらしいですよ、明智さんは。でも走ってたらきっとなんか出会うっしょ。さっきちょっと怪しんでましたよね。北海道の道には何も立ってないんじゃないかって。ほら前回一回さ、一人で登別ドライブとかして、はいはい、あんまりポツンポツンとしかなかった。そうだから目指していかないと。まあ2人いるし、助手席でどっちが検索してね。そうね、ちょい外れつつまっすぐ行こう。そうしよう。そうしよう。はい、寝れたか。180m 先エスカレーター上がるのね。上がるのね。あるってこと？千歳基地。基地何基地からどこ基地に行ってんすか、ね、三沢青森のからこっちに来て、軽い気持ちで。そんなドライブ。すぐだよ、戦闘機だもん。すぐだよ、戦闘機だもん。いやいや、なんか許可とかあるでしょ。取ったんじゃない、知らんけど。知らんけど来た。あ、間に合った。あ、味噌ラーメンだね。空港から車で7分のいろはいろりいおりいおりというラーメン屋さんですっかり満足して腹ごしらえしたね。してこれから富良野に向かいます。富良野に向かいますよ。富良野に向かいますよ。富良野に向かいますよ。でも今日は移動日、のんびり行きます。左方向で、あるかな、ないかな。さっきのとこコーヒーかあれ、なんかコーヒーないけどセブンイレブンがある。すごい。あ、気持ちいい。綺麗。
これの上の奥の方にダムがある。何やっとんだみたいな。いいですか？富良野に向かってるんですけど、あと20何キロなんですけど、三段滝公園という楽しげな名前が見えちゃったんで、うん、ね、すごいよ ね、 ね、ちょっと急遽油断して行きちゃったこれやばいでしょ。両部岩みたいになってる。かっこいいよね。戻ってきてよかった。しかもあの昨日ちょっと雨だったから水流が多い。あ、確かに。あそこすごい。うわー、うわーすごい。ところに行けそうかなって思ったけど行けなかった。はい。で、明さんの嫌いな側溝が横に走ってるから横には渡れない。いい天気、寝る、明日は空が飛べそうな気がしてきた。おー、いいね。いい空が見えてきたから。多分ここキャンピングカーの受け入れもしてんだな。およそ700メートル、目的地付近で着くぞ。着いちゃうぞ、今日の宿。今日の宿どんな感じかな。これね、でもラベンダーが咲いてなかったら明日、あの、なんだっけ、富田ファーム富田はいらないんじゃないかっていう説まあね、多分ここラベンダー、これラベンダー畑か。あ、違うか、もっと先だ。ラベンダーのもっと上にあるぞ。上だな。どんなかな、今日の宿どんなかな。ハイランドフラノは咲いてる、咲いてる、咲いてる。ラベンダー紫。ちょっと待って、私の目には何も映ってないわ。え、あ、紫だ、超紫だ。紫なんだけど超紫見えた。え、ホテルの窓から見えるんだよ。だって間もなく目的地。ここが駐車場です。ここに止めちゃっていいよね。多分全然満開じゃないし、そんなにいっぱいボサボサって感じじゃないけど、でも紫にはなってるっぽい。着いた。古民家みたい。見た感じ保養所みたいな山の中。始まるように入ります。保養所パン、すごい。これ押したまま回す系だ。よいしょよいしょ。あ、広い。すごいひんやりしてる。これでも外気、今日ね17度だって言ってからほぼ外気みたいな。よいしょ。まさか、あ、ほのかに、あれがラベンダー畑ですけれども、多分あと 2,3 週間ってとこかな。でもラベンダーの満開を見たことないからあんなもんだったりしない。でももうちょっと丈が長くなる風じゃない。ラベンダーあんなもん。え、いや初めて見たからわかんないよまあでもほのかに紫がかってていいですね。ね、ここ夜星空見えそうですね。見えそうですね。いい天気になってきました。やばー、すごーい、貸し切り、すごい。いや、これもう満開だよ。
がどこにいるかわからない。ここだよ。超テンション上がる。マスクも外していいよ。だって誰もいないんだもん。みほちゃんいたらね、あそこのかき割り顔入れるんだよね。裏の絵ようこそ。私たち入れないんだわ。そうなんです、すいませんね。駐車場で止めて歩いて写真を撮るほどの情熱はないけど、撮りたい？うん。あ、駅舎じゃなくて何これ？え、違うの？ポッポブリッジは歩行者さん渡れるのか。これも向こう側に。うん、なんだろうね、不思議だね。うん、タクシー一般車両に。こんな感じよ。そんな感じです。富良野駅前でした。でした。虫なのかな、目の前広がってんの。何連邦？車も来てないから今超徐行スピードですけども。ご覧ください。真下が見えます。